はい、こんにちは、かけむらです。道路標識の覚え方がよくわからないということで、その道路標識の覚え方をそのアドバイスさせていただいたんですけれども、ETC カードを認証しました。有効期限は2021年4月です。道路の感覚を覚えるには、歩いてその道路をその、よく、下見することはあるんですけれども、道路標識がよくわからない場合もその歩いて標識を見るといいですよってアドバイスさせていただいたんですが、その方の自宅の周りに標識がないっていうんですね。で、いや、そんなはずはないんですけれども、多分道路標識が何なのかっていうのがちょっともう一つよく分かってないのかなと思いまして、今日はそちらの道路標識についてちょっと一緒に見ていきたいと思います。今見ていただいているのが左上ですね、止まれですね、一時停止しなさいっていう道路標識です。なので鼻面をこの辺で止めて一時停止して、ゆっくり前に出ながら左右確認して、で、ゆっくり進むと。そしたらこの辺にいっぱい道路標識出てますよね。右側、矢印、あれは一方通行っていう意味ですね。で、その下、白い赤に、白丸で赤縁取っているそのペケのマークは通ってはいけない車両を示します。何トン以上やったかな、4トン以上とか指定があったんちゃうかな。そうですね、4トン以上の車とかは通行止め、左側駐車禁止の青に赤の縁で、×は駐車禁止のマークです。左側40赤丸は速度制限の道路標識です。次はどの辺やろ、ちょっと行ってみましょうか。目の前、40と駐車禁止ですね。あとは右側はないですよね、左側ばっかりですよね。左側駐車禁止のマークですね。あとは左曲がってみましょうか。鼻が詰まってて、あ、これも駐車禁止ですね。色は合わせてるんですけれども、他はこれは上見えへんかな、追い越し禁止です。黄色線引いてあるところは追い越し禁止なんですけれども、ちゃんといわゆる何やったっけ、標識があって、これはトラック3トン以上走ったらダメですっていうマークですね。これは制限速度です、40キロ。左側駐車違反、自動車駐車禁止マークですね。あとはこの黄色の四角の標識はクランクになっているって、道路のあれを示すあれですよね。これは今のは歩行者専用道路です、道路っていう意味です。あとはここも3トン以上走ったらダメで、左側速度制限。あとは進入禁止のマークとかも見ていきましょうか。進入禁止のマークはこっちないか、ないですね。三角の青いマークはスクールゾーンっていうところで、速度出してはダメですっていう、任意なんですけれども速度を出してはいけません。子供が通るのであんまりそのスピード出してはいけませんっていう標識ですね。で、あとはここは左側駐車禁止の標識です。対象は自動車ですね、バイク自転車は除くです。とは見えないですね。進入禁止とか見たいんですけれども、
ですね、白で赤縁で横棒のマークなんですけれども、そこは入ってはダメです。一方通行なので入ってはいけないっていう印になってます。追い越し禁止ですね、30キロ駐車禁止、右側一方通行、左側一方通行っていう標識になっているので進入禁止です。あれ、進入禁止の絵はこっち側にあるんです。ここも3トン以上走ってはダメで時速30キロ制限になってます。左側駐車禁止、左側一時停止、一時停止です。これであとはそうですね、あとは進入禁止のところに行きます。ここは駐車禁止ですね。右側一方通行の、標識になってます。でこれを左曲がるとその進入禁止のところに出るんですけれども、左側見ますかね、歩行者の信号のすぐ下、3トン以上の車は走ってはダメですっていう禁止の標識です。あとは ここまっすぐ行くと進入禁止、赤に白線の棒線ですね、左下側歩行者用信号の右側になるんですけれども、見えますでしょうか。あれが進入禁止、入っていってはダメっていう進入禁止のマークですね。自転車は除くって書いてあるんで自転車は進入しても大丈夫なんですけれども、自動車は進入してはダメです。よいしょ、時速30キロの標識と、駐車禁止の標識左側、あとは一方通行ですね。これは入っていけます。左の矢印は一方通行入っていける、印ですね。前から車来てはダメです。これは横断歩道がありますよっていう印ですね、標識です。すいません。それから駐車禁止と横断歩道ですかね。横断歩道、駐車禁止と自転車と歩行者通行可能っていう標識がありまして、他は大通りに出たらもうあんまりないんですけども、 U ターン禁止見てみましょうか。まっすぐの矢印はあれです、右折左折したらダメやっていう印ですね。あとは U ターン禁止のあれがあるんですけれども、なんか矢印がぐにゅって曲がって棒線、赤の棒線ですかね、引いてあるんですけれども、そこの交差点、そこの標識がある交差点では U ターンしてはダメっていうことですね。このまっすぐの棒線がある場所も U ターン禁止です。基本的にまっすぐしか走ってはいけませんっていう標識ですね。左上、信号の左です。あとは U ターン禁止ぐらいですかね、出てこないですね。もうちょっと行ったらあるはずなんですけれども、U ターン禁止のないこういう交差点は U ターンしても大丈夫っていうことですね。で、左側のまっすぐと右の印は右折、右折と直進と右折っていう印で、左折はダメですっていう印です。 U ターン禁止出てこないですね。右方向レベル3取り締まり、 U ターン OK でしょ。駐車禁止、その上は
車禁止。あれ U ターン禁止ないな、なんでや。あるはずなんですけど、これです、 U ターン禁止。ぐにゅって曲がってる印ですね。次も U ターン禁止ですよね。うん、これです。この印のある交差点で、U ターンしてはいけませんっていうことですね。すぐ先、事故多発エリアですよ。交差点内、U ターン禁止。右折はいいんですけれども、くるくるっと曲がってはいけませんっていうことですね。あとは左側の四角い青い矢印書いたあれが見えると思うんですけど、あれは車線のその車線ごとの区分ですね。一番右が右折専用ラインで、その右から2本目と左側は直進専用で、でその一番左側は直進と左折用ということになります。ここもあれですわ、U ターンしてはいけませんっていう形になってますね。とは あれ、あのマーク見えますかね。ペケポンになってるじゃないですか。ペケポンどこや。あ、これ、このペケポンのマークは駐停車禁止の意味です。その下は駐車禁止の意味なんですけれども、ここのラインでは駐車しても止まってもダメやっていうことになりますね。信号待ちを除きます。あとどんなもんやろ。いや、なんかあるかな。ここにはないんですけれども、その動物の絵描いた場所とか、あとはなんやろ、石ころが落ちてくるマークとかあるんですけれども、そういうのはいわゆる動物が飛び出してきますとか、あとは落石、石ころが落っこちるマークのところは何でしたっけ、落石、上から石が落ちてくる懸念があるっていう標識になってて、あとはあとは何やろ、思い出せ。勾配率が書いてある標識もあったりします。例えば坂がきつい、上り坂がきつい、道路の手前付近では勾配率、坂の標識を書いた標識が出てることがありますね。もうないですかね。もうあんまりない。前の青い矢印は右折してはダメで、左と左折と直進だけっていう形になります。その他はどうなんでしょう。あとはないな。この先カーブです。もうないですね。まあ標識がないっていうのはあれで、こういう赤い矢印とかの標識も標識で、こういうのは急カーブですよっていうあれなんですよ。道路標識になってます。そうですね、大体うちの家の近くの道路標識はこんな感じになってますからね。あとは左上信号、歩行者用信号の上の方にあるのは交差点面の道路標識です。あとは
ないですね。ないです。はい、すいません。またなんか珍しい標識とかあったら撮影してきますので、今日はすいません、簡単なんですけれども出演させていただきたいと思います。